皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。好きなゲームはシャイニングオブザダークです。リコちゃんです。そして皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。好きなゲームはシャイニングフォース。続きだよくわかった。おー、すごいじゃん。シャイニングオブザダークネスの続きを言うってすごいな。はい、ということで、自分の名前言ってないんですけど、下平さんですね。まあそうです。シャイニングフォースって名前になっちゃってる。そう。昨日経験値の動画出したと思うんですよ。はい。多数式を使った。あれ間違ってた。そう。まあ間違ってたわけじゃないんだけどね。もうちょっと経験値が手に入る方法があったんですよ。ちょっと今日はちゃんと解説しよう。はい。モンスポットはまず。学びのスポットでございます。でサークルで 50% アップまずねと、あとはモンパス会員であれば経験値が 5% アップ、はい、します。でマルチでさらにやるとさらに 5% アップ、ちょっと分かんないですよ、詳しくはね。なんかそのどん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 上がってくるんだよね。上がってくんだよね、で、学びの力特級 L、はい、ついてますんで、私学びに、はい、でさらに 65% アップということで、2.1×2 というのだったと思うんですけど、多分今日はマルチでやるんでもうちょっと上がると思うんですよ。お楽しみにやってみます。だから昨日の動画ほんとすみませんでした。あれ多分ね、あれが最大じゃないんですよ。あ、すみません、ただの筋トレ動画になってしまいました。はい、ということで、じゃあ早速私マルチで貼りますので、マルチ参加のボタンを押してお待ちください。マルチで近くの友達で、合言葉は072という形でやらせていただきます。では今回こそは多分これ最大だと思いますんで、私のキャラクター学びの力特級 L、 こちらついておりますので、はい、これでいってみたいと思います。はい、ではスタート。はい、よろしくお願いします。経験値たんまりナス D じゃないんだよ。昨日ナス D の番組見たわ。4時間やってた。フルで見ちゃった。すごいね、面白すぎる。やっぱあれ最後のね、塔だよ、取り出だよ。テレビとしてね。ただ一つ面白いな、ここナス D さんはね、テレビ番組なんだけども、もう要所要所随所で YouTube チャンネルの登録お願いしますっていう。でも昨日で2万人ぐらいチャンネル登録する。そう、いや、まあそれは伸びるよ、伸びてるよ。浜口さんを育てたというかね、撮った動画。ああね、黄金伝説でね。そう、味吉だからな、ナスは。この人は才能ですわ。U字工事さんもね、面白いんだけどね。あの二人は面白い。ちょっとなんかね、影に隠れちゃってる感あるけど、あの番組の中では。でもあの二人も相当そうだね。尊敬ですよ。だから俺もね、バクバクいろんなもん食おうかなと思って。あ、いいことだ、いいことだよね、本当に。うまそうに食う、いろいろこうね、食すっていうことは、そう、いいと思います。いいことだと思う。皆さんもね、ナス D の大冒険って YouTube で検索するとチャンネル出てくるので、ぜひぜひチャンネル登録してあげてください。面白いですよ、マジで。ダメだよ、うちのチャンネル登録外してそっちの方がダメだもんね。そんな数に限りがありますんじゃないですか。はい、ということで間もなく終わると思いますよ、これ。はい。はい、しまった。いらないんですよ、別に。大丈夫です。さあ、この経験値が多分私の画面が最大です。下髭さんも多分17000とか26000ぐらい入るんですよ。おお。ちょっとしたら俺一つもう一つ今上がるかな。今231になったので。さあ、私の経験値から見ていきましょう。はい。756,000。すごいね。あ、かけ 2.40 との変わんねえんだ。そこは同じだね。そこは同じなんだけど、すごいね。これが多分最大なんじゃない？だって昨日72じゃなかった？そうそうそう、72。36000も増えるんだ。3万違うの？すごいね。ランク上がっちゃう、また。上がったよ。1上がった。すごいね。ここからでもさ、そういうふうに上がるのね。いいわ。すごいんじゃない？ 36000。え、そんなないの？ 36000 入る。で、俺も一緒にやったら 36000 入るじゃん。そう。最悪な子じゃん、これ。1だ1。でも上がるのはいいよ。本当に。うん。はいはいはい。ということで、今回は、まあ、実際のほぼ多分これは最大値の経験値になるということでやってみました、はい、昨日の動画の続きみたいになっちゃうんですけどね、許してください。はい、ということで以上、ぎこちゃんと下髭でした。バイバイ。